呼び出されたから来たけど、今日はバイトのシフトじゃなくなかった？フェスのための写真撮影？何それ、プロフィール用にポーズを撮って？え、普通に嫌。そもそも成り行きで参加させられてるけど、フェスもヴィーナスも正式に OK したつもりないし。まあ、なんかやばい仕事でもやらされるのかと思ってたから、そうじゃなかったのは安心したけど。何にしても写真撮るのは勝手だけど、ポーズとかやったことないし、できる気しないから。用事それだけなら私練習行くから、ついてこないでね。え、この前サポートは OK したって、うっざ。じゃあ勝手にしてよね。ひょっとして撮ってたの？何慌ててるの？別に撮ってもいいわ。練習の邪魔にならない範囲なら勝手にして。でも泳いでるところなんて撮って楽しい？可愛い女の子を撮るのは楽しい。何それ、私のこと？相変わらずうざいね。まあいいよ、私もう一歩泳ぐから、撮りたければ勝手に撮って。今日のタイムはこんなもんか。まだまだ本調子には程遠いな。あれ、まだいたんだ。ひょっとしてずっと撮ってたの？オーナーの仕事って暇そうだね。そうだ、せっかくなら撮った写真見せてよ。練習撮ってたならフォームが確認できるし。別にいいでしょ、自分の写真自分で見るだけなんだし。へえ、なるほど。写真のことはよくわからないけど、肩の開きをもう少し大きくした方がいいか。足の動きも見直した方がいいかも。お、どうしたの？真剣に見てるねって。うん。思ったよりよく撮れてたから。写真うまいんだね。いつもみんなのこと撮ってるから。やっぱ。オーナーの仕事って暇そうだね。まあ、これは役に立ちそうな気がする。こういうサポートなの？まあ。ねえ、この写真、私、変な角度から撮られてる気がするんだけど。カメラ受け取るとき、なんか慌ててるなって思ったけど。ま、勝手に撮ってって言ったのは私だもんね。別に怒ってないし、フォームが確認できると思って見てたら、全然フォームと関係ない写真が出てきたから。結局こういう写真が撮りたかったってわけ。何謝ってるの？言ったじゃん。別に怒ってないって。